脚本家の岡田義和氏が8日、都内で開催されたネットフリックスラインナップ発表イベント、NEXT アナトフリックス2024に登壇。初めて手掛けた動画配信サービス、ネットフリックスのオリジナル作品、さよならの続きの脚本執筆の裏側を語った。同作は、事故で恋人を失ったヒロインと、その恋人に命を救われた男が、運命に翻弄される切なくも美しい奇跡を描いたラブストーリー。恋人のユースケをプロポーズされたその日に交通事故で亡くし、悲しみに打ちひしがれる最高、有村架純。ユースケの心臓を提供された相手、成瀬を坂口健太郎が演じる。